という状態から。こんにちは、ダイレクトナッシャー城の広島です。今回はメロディーを輝かせるコード付け方法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。今回はソロピアノにおいてのメロディーに対するコード付けとしてやってみたいと思います。例としましてミスティを取り上げてみましょう。ミスティのソロピアノを弾く際にこのタタ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 のここですね、 E フラット13のフラットナインスのコードのところのメロディータ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 というメロディーを普通に弾くだけでは色鮮やかにならないというところで、このメロディーに対して色鮮やかになるコード付けの方法を紹介したいと思います。というシンプルにやるとこのようなパートなんですが、ここの E フラットサーティンスのところ、ここでメロディーとしてこのように E、E フラット、D フラットと入ります。このメロディーに対してですね、色鮮やかにするときにコードをガラッと変えるとかではなく、コードはこのまんまでメロディーに対して一瞬雰囲気を変えるためにですね、他のトライアドコードを乗せるという手法を紹介したいと思います。このミの音に対して右手では C メジャーコード、こちらの展開形をソドミと入れるんですね。そして次にミのフラットに対してこの右手、何の展開か分かりますか？そうです、B コードですね。 B メジャーコードの展開形、そして D フラット、これに対してはこのようなコード付け、これも右手トライアドになっているの分かりますか？基本形は A メジャーのこのトライアド、これを展開させたわけです。そうすると風にいきなり、先ほど最初はちょっと簡素な感じですよね。それに対してという非常に色鮮やかな形ができたわけですね。今やったメロディーに対するコード付け方法ですが、ここの E フラットサーティンスのフラットナインスのところ、こちらE、そして E フラット、D フラットというメロディーですね。これに対して何をしたかというと、E に対しては C のメジャーコード。こちらの展開形で G、C、E、トップでこの E の音を使いました。そして E フラットのところでは B メジャーコード。B メジャーコードの展開形で G フラット、B、そして E フラット。トップの音がこのメロディーになるようにソロピアノなので作ってます。そして最後 D フラットのメロディーは A メジャーのトライアド、これの展開形 E、 そして A、 D フラットというコード付けをしたんですね。そうすることによってコードはこの E フラットサーティンスのフラットナインスのコード自体は変わりはないんですが、右手にはですねメロディーに対して一つ違ったコードが乗るわけですね。このトライアドが乗ることによって色鮮やかな雰囲気を作ったという流れですね。もう一度ピアノで見ていきましょう。メロディーがこの E、E フラット、D フラットというところですね。左手は E フラットの E フラット、そしてサードの G、そしてセブンスの D フラット、このように押さえました。そして単音のメロディーだと少し寂しい感じがするので、これに対してこのように色鮮やかな和音をつけました。最初のトップの E に対しては C コード、基本形はこちら CEG ですね。これの展開 GC、
ことつけました。そして最後 D フラットに対して E A D フラット、これは基本形は A のメジャーコード、こちらの展開形で E A D フラット、このようにすることによってという状態からというように、コードの流れは崩さずにメロディーに対して新しい和音感覚を入れたということになります。それでは本日のまとめをやっていきましょう。ソロピアノにおいてメロディーとコードの関係は基本的には決まってるわけですよね。そちらを色鮮やかに変えていくとき、もちろんコード全体を変えるリハモというテクニックもあるんですが、リハモだと大きく雰囲気がガラッと変わってしまうので、今回はコードとしてはそのまんまなんですが、メロディーに対して一つずつ和音を入れ替えたという感じですね。入れ替えたというよりも、そのメロディーに対してトライアド、メジャーコードのトライアドで少しハーモニーを豊かにしたというふうに考えていただけると分かりやすいと思います。今回はミスティを例で使いましたが、メロディーの E、E フラット、D フラットというこのメロディーに対して単音で弾くのではなくて C コードの展開形、そして E フラットのところではB メジャーの展開形、そして D フラットのメロディーでは A メジャーの展開形を使いました。そうすることによってメロディーとコードは変わらないんですが、非常に色鮮やかな表現ができるということになります。やっていることはシンプルなんですが、それを実際の曲で使おうとするとなかなか難しいことがあるので、このようにですね、このチャンネルでは一つ一つの実例を細かくどのように考えてやっているかというのを解説していきます。ぜひチャンネル登録をして次の動画を楽しみに待っていてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。